さん面白い通知が三井住友銀行から来ましたえっとね利息の支払い通知ですよっていうふうに来てるんですよですね私にねあの預金金利が入ったんですよ今預金金利って5億円預けておいて5万円しかもらえないっていうね <laughs> すごい時代ですけどもねまあ入りましたでそこに税金が <laughs> かかってるんですよ 利息にも税金がかかるというね,うんとね困ったもんですよこうほっといても金は入り金は出ていくという何なんだって話ですよねさあそれですねまあ私の場合はビジネスが私を自由にしてくれたっていうふうに表現してますけどもこれはいろんな意味があってまずビジネスをしてもちろんお金が入ってくるからそれによって自由になるっていうところがありますけどもビジネスをやっているとね取引先とか 熟成とか、こういったものができるんですよ。要するに、人とのつながりができていくんですよね。まあ、そうすることによって、まあ、いろんな人をお、ある意味ね、使っていくこともできるし、いろんな人に使われていくこともできるということなんですよね。つまりは、まあ、人と人との間にお金が介在すると、私は強い信頼関係が生まれるなと思ってるんですよね。で、場合によっては、人によってはね、こう考える人もいるんですよ。 人と人との間にお金があるから人間関係おかしくなるんだみたいなね。つまりこれ何かっていうと、お金を使っている人と、お金に使われている人がいるっていうことじゃないかなと思うんですよ。あの、昔のね、映画でね、木村家の人々っていうのがあるんですよ。これ30年ぐらい前の映画だったと思いますけども、主題歌をね、爆風スランプがやっているということを考えると、時代背景が伺えるんですけども、あの、この木村家の人々っていうのはね、まあ、木村家っていうのがあって、 お父さん、お母さん、お姉ちゃん、弟の4人家族なんですけども、みんなでね、金稼ぎしてるんですよ。朝早くから新聞配達のあっせんをしたりとかね、牛乳配達をしたりとか、あのー、モーニングコールを請け負ったりとかですね。で、子供たちは子供たちで、学校とかで商売してるっていうね。で、お弁当の宅配やったりとか。で、もうお父さんなんてすごいですよ。家で弁当を作っていって、で、 車で出勤するんですけども車で出勤する時も車に相乗りする近所の人をねこう車に入れていってで、なんかこう一人当たり300円とか500円で送迎してるわけなんですよしかも車の中にはいろんな商品をこうねぶら下げていて乗ってる人に売るんですよねなんかこうひげ剃りとかをぶら下がっていて今日ちょっと剃り残しちゃったなぁひげ剃り一回使わせてもらっていいみたいな感じで、一回30円ですみたいな感じですじーってやって30円払うみたいなことだった かね、で会社の休憩時間になったら社内の人にお弁当の整列したりお味噌汁ですよとか言ってお味噌汁販売したりとかしてね <laughs> だから会社ってのはもう天国だからあのもうやめらんないよって言ってからねでなんかこう20年金属賞とかもらってるんですよその人そしたら「サラリーマンって天国だよね」とか言ってからねもう何事務機器応援機器使い放題文房具使い放題 で身分保障がされていて健康診断も受けれてでしかも金属症までいただける、まあ、やめらんないよねとか言ってからねサラリーマン万歳とか言ってるんですよねで多くの方が嫌がる会社勤務を非常に楽しんでいてで隅から隅まで稼いでるみたいなね、まあ、そんな映画ですごくユニークなんですけどねで何が言いたいかっていうとねそういう姿を見ていたお隣さんがね木村さんに言うんですよ木村さんはもうね 金稼ぎ金稼ぎっていい加減にしてくださいよこっちまでねさしくなりますよ」みたいなね <laughs> ことを言ってでそこで、まあ、お金ばっかりのことを考えてる木村家とちょっとは人間らしく過ごそうよっていうふうな近所の人との、まあ、ちょっと軽い対立が起きるんですけども、うん、でもね木村家の人々って自分がこうやって仕事で稼いでるだけではなくって近所の暇なご老人たちにも仕事を振ってあげてねなんか仕事によって生きがいが出てきたみたいな、うん、で若返っちゃったみたいな。 そんんなな地域貢献もしてるわけなんですよその中で出た言葉なんですけども「木村さん」人間お金に使われるんだったらおしまいですよとか言うんですよね <laughs> あ。しかも面白いエピソードがあるんですよ。あのその木村家のお家にですねお嫁さんのお兄さん夫婦が泊まりに来たんですよちょっと法事かなんかでねそうするとなんか子供たちがねあの夜来てマッサージしましょうかとか言うんですよね い,やい,やいいいややや大丈夫でですすよみたいなやるんですけどもじゃあ料金はこうですとか宿泊費はこうです夕食代はこうです布団の利用料はこうですとか言ってたからね泊まりに来た親戚に対して <laughs> 宿泊費をね請求するみたいなねそんな場面もあるんですよ徹底してるなぁと思いますねまあその他にもねもう生きてることが全部お金になっていてそれでいて楽しく面白く愉快に過ごしていく木村家の 実情がそこに書かれ「てますんでこれ闇金ドックス」とかね「あの南の帝王」とかね「牛島君」とかありますけどもまあお金のことを扱ってるのを扱ってるんですけどもだから殺伐とするんじゃなくてコミカルにに非常に書かれてるお金の状況だなと思いました、ねまあでもこの木村家ってのはそうやって商売をしたりお金をやり取りすることによってものすごく楽しんでいるというところは間違いないかなと思うんですよ。でそこにね 葛藤は何もないんですよ生、ね、き切っちゃってるからただ唯一葛藤があるとしたらあの次男の男の子ですよね男の子はこれでいいんだろうかっていうふうに感じていてそのさっきお話したね泊まりに来た親戚のおじさんから聖書を渡されてやっっぱり人ててこういういいいいいにに生きていかななくちゃいけないよねみたいに目覚めるんですよねでもうお金稼ぎのことはやめてもう僕はあのおじさんの養子になるっていうふうに決めるんですよ とといいうこななんんんででで、すすよ。よ。おじさんにはね、子供がいなかったんですよで養子になるっていうふうに決めて引き渡しの日にねやっぱりパパがいいな、うん、やっぱり養子に行けないよみたいな感じでパパのところにこう帰っていくというね感動ストーリーだということなんですけどもねそのオチはちょっとここではお話できないんですけどね。ここもまたね今回はね木村家の人々についてちょっとお話しさせてもらいました。さあ 吉谷家の人々、いかがでしょうか楽しく商売してますか行ってらっしゃい。<laughs>